グアナバラ湾の衛星写真、グアナバラ湾は大西洋に面した湾ブラジルの南東部、リオデジャネイロ州に位置し、南北方向に 31km、東西方向では最も広い場所で 28km、ある。ブラジル国内では、バイア州に位置する、トードソースサントス湾に次いで2番目に広い。湾の西岸には、リオデジャネイロ、北岸に、マジェー、東岸には、 ニテルイなどの都市が位置する。130以上の島々が浮かぶ、多島海である。湾の入り口は西側をポンジアスーカル、東側をピコ・ドゥ・パパガイオの2つの岩山に挟まれており、幅が約1、5キロメートルしかなく、そのため、ポルトガル人に発見された当初は大きな川の河口と、誤認された。グアナバラの名称は、トゥ・ピグ・アラニー語族で、 海が奥まったところを意味するに由来する。湾の北東部、マジェからグアピミリン、サンゴンサーロの北部にかけてはマングローブが広がるなど、比較的豊かな自然が残されているものの、それ以外の場所では、湾沿いに都市域が広がっている。また、ルーケデカシアスには石油化学工場があるほか、同市には2012年に閉鎖されるまで、ラテンアメリカ最大規模のゴミ最終処分場と言われる、 ジャルディングラマッチョがあるなど、環境への悪影響も問題視されている。このほか湾の周辺の自治体における下水の処理率の低さが大きな問題となっており、2012年においては処理率100%のニデロイを除き、リオデジャネイロ、サンゴンサーロ、ドゥケデカシーアス、ノバイグアス、マジェイというように、極めて深刻な状況にあることが伺える。 1990年代には、米州開発銀行、日本政府、JICA の協力により、湾内の水質改善事業が始まったものの、未だ完全な浄化には至っておらず、人により捨てられたゴミが大量に放置されており、犬や猫の死骸やテレビ、ソファ、靴などが溢れていて、地元生物学者から、巨大なトイレと呼ばれる有様となっている。池永啓介、船道子、グアナバラン。 世界知名大辞典、中南アメリカ山田睦夫、中川文雄、松本英二編、朝倉書店、2014年12月。ありがとうございます。